本日はですね、栃木、なんだこの車一体、やべえなこいつら。はい、栃木県に来ております。で、湯西川温泉ですね。湯西川温泉と中日光のところにある温泉ですねに向かおうかなと思っております。で、本日はその前乗りです。前乗りして宇都宮で一泊して、餃子を食べようかなと思っております。で、翌日に、温泉に向かう形ですね。いや、久しぶりの前乗りのビジネスホテルとかね、楽しみですよ。夜の街の飲み歩き、前乗りがね、前日の飲み歩きは本当に幸せですからね、楽しみにしております。あとね、もう少しで宇都宮着きますんで、のんびりとドライブいたしますね。でい、はい、宇都宮着きます。もう宇都宮何回来たんだろう、本当に本当好きですね宇都宮。はい、ホテル着きました。地産ホテルさんですね、宇都宮駅前にある。ここがね、評価そんな良くないんですけど、あの、実際めちゃくちゃいいですよ。で、安いです、本当に安い。一泊3、4000円ですね。2人で泊まったら多分ね、2000円切ったり2、3000円でお部屋借りれますね。おすすめです。なんか気がついたら真っ暗になりましたね。まだ6時前なんですけどね。では今からですね、宇都宮の餃子を食べに行ってきまーす。今人がいるんで、あ、こんな感じですね。はいはい、餃子の石像ですね。一応来ました。今から行くキラッセというところなんですけど、駅から15分ぐらい歩くんですよね。ただそこはもう何度も行ってるんですけど、名店なんですかね、有名なお店、餃子の有名なお店が固まっておりまして、フードコート的な感じで食えるんで、宇都宮来た時は毎回ここに行ってますね。前回行った時は土日の昼だったのかな、混みすぎてて入れなかったんですよ。なので今日は夜お酒飲みながらね食べれますので楽しみです。この道は、なんでしょう、飲食店とか多いんですけど、日曜の6時前ぐらいで、だいぶ閑散としてますね。あ、これはおしゃれ。あー、2軒目行きたいな、これは。着きましたー。じゃ行ってきまーす。こちらの4店舗で、購入いたしました。一つだけ来ましたね、ネギ餃子。楽しい、お腹すいた。ネギ餃子だけ先来ちゃったんで、これいただきます。これさっぱりしてるからいくらでも入るわ。うまっ。はい、全部来ました。ニンニン、メンメン、リュウモン、コーランですね。で、結構脂っこいんで、このね、コーランさんの、黒餃子、黒スープ餃子があるとね、結構ね、全部さらっと食えちゃいますね。じゃあ、いただきます。うん、いや、ね、酒が進みます。そしてもうどこがどこのタレだか分からなくなりましたね。私は麺麺の、ね、餃子が好きなんです。
ューシーですよ、肉汁が。ミンミンも有名ですけどね、メンメンはかなり好きです。あっという間に完食でしたわ。ごちそうさまでした。美味しかった。腹8分目ぐらいであえてやめときましたけど、また来たいですね。じゃあこの後はドンキホーテを少し見て、2店舗目行っても全然いいぐらいですね。まだ7時過ぎなんで、帰りながら、ホテルに戻りながら2店舗目行くか考えたいと思います。はい、結局入りたいと思えるような居酒屋がなくてですね、マック買って部屋に戻ってきました。明日も早いんでね、これを食べながら酒でも飲みますかね。ホテル飲み最高です。はい、やんねー、ポテトがちょっと触ってるんですよね。当たり外れすっごいあるよね。ポテトの揚げたてに当たった日はさ、一日いいことあるもんね。ほんとうまいし、ポテトの揚げたて。今日はね、冷めてるから、あんま美味しくないしね。はい、ってな感じで、宴の開始です。おはようございます。もう朝。10時です、まさかの。いやー、久しくお酒をまともに飲んでなかったんで弱くなってますね。そして眠くなりました、すぐで、ぐっすり寝ちゃいましたね。9時間以上はまともに寝たんじゃないかなと思います。急いで準備してチェックアウトします。ホテルチェックアウトしました。時間がなすぎて味噌汁飲めませんでしたね。はい、で本日はですね、日光の方ですね、中禅寺湖の方に向かいたいと思います。なのでですね、今回宇都宮編は ここで、終了させていただきます。宇都宮本当におすすめです。餃子食べた後の飲み歩きもできるような全然大きな街ですし、風情もねありますよ、多少は。でホテルも安いので、一度栃木県の観光の際は宇都宮に前泊してみるのもありかと思います。はい、よかったらですね、チャンネル登録高評価していただけたら嬉しいです。では、次回の旅でお会いしましょう。概要欄から URL 貼っておきます。バイバーイ。お雑煮ね、超うまかった。流津の滝に来た際はぜひ食べてみてください。あれ本当美味しかった。道が凍ってるな、危ないな。せっかく来たんで